トップコート夏祭り2022特別編ということで、今回の夏祭りはキャンプがテーマということで、残念ながら私当日は参加できないので、あの薪割り担当に任命されました。薪割りちょっとやったことがないのでどうなるかわからないんですけれども、あの当日何かしらのお役に立てるように秩父までドライブを兼ねて薪割りに行ってきます。あ、今年の夏の思い出ですか？今年、あ、もう早速フリートーク始まってますさらっと聞きに行ったら、うん、なんか初回50万ぐらいかかります感じで言われて、でもそれは全部機材をあの集めるのに50万だけど、大学1年の私にその額は出せないってなって、そこで諦めて、うん、でそこからずっと、まあ、でもなんか頭の片隅にはあって、ライセンス取りたいなっていう、スキューバやりたいなっていうのはあって、で今年ようやくゲットできました。ライセンスゲットで、ライセンスゲット。でもなんか取ったのも嬉しいですけど、なんかプロフィールに、プロフィールの資格に運転免許以外で書けるものができたのがすごい嬉しいダイビングライセンスって、そもそもの話、ライセンスがないと取れないんですか？あ、体験とかだったら全然あの誰でも潜れるんですよ、耳抜きができれば、うん、なんですけど、その私が取ったその初級のオープンウォーターライセンスってやつは、あの自分たちだけで機材あれば潜れることができて、うん、2人以上でで18メートルまで潜れるっていうやつなんですよ。実際に潜ってきたんですか？潜ってきました。何メートル？18まで行きました。3日目午前中で講習が終わって、うん、じゃあもうライセンス取得ですってなって、午後からもうライセンスを持ったものとして潜れるんですよ。そのファンダイビングって言うんですけど、じゃあダイバーの人たちこっちで、初めてダイバーって呼ばれるんですよねそこでそれが嬉しかったです。早い